こんにちはの番です彼女癖毛で横に広がりやすいのでウルフスタイルを使って縦長のシルエットを持って横幅を抑えていくい一見こう解きがちなんですけど前今はゼログラデーションできたけどおもまだ重いかなと思う場合は上げます。要はレイヤー寄りになるってことですね。 で毛が細かったり少なかったり厚みが出ない人たちはこれをゼロよりは下げますそぎとラインを一回の引き出しでやるので二度手間が一手間になるので時短に繋がりますこれはミドルなんですこれを全部下で切っちゃうと当然ここに溜まっちゃうんですこの束の先を細くしていくというイメージよりはここにブツっとこう ぶつっとこれをの,っ切ってこの太さを3分の2ないし2分の1にするというイメージです。